スノーマン、ダ・ボブのミュージックビデオ解禁、そしてヤバすぎどうもみさこんにちは、クーです。はい、今日はですね、スノーマンの楽曲でダ・ボムという楽曲があるんですけども、そちらのミュージックビデオが解禁されたっていうところで、今回はその感想動画についてお話ししていきたいなと思います。皆さん見ましたか、ダ・ボムのミュージックビデオ。もうなんかね、スノーマンって、まあ、もちろんかっこいいとかダンス上手いとかもあるんですけど、なんかこの本当に目で見て楽しい芸術作品というか、まあ、そういったところをなんかいつも以上に感じられた作品だったかなっていうふうに思いますね。今回はこのダ・ボムの楽曲で結構皆さん知ってる人も多かったんじゃないかなと思うんですけども、滝沢歌舞伎ゼロファイナルで披露された楽曲になっておりまして、このスノーマンの YouTube の概要欄みたいなとこ見ると、プリミティブな要素とヒップホップモチーフが融合した映像の世界っていう風に紹介されてるんですけども、プリミティブな要素って何それと思いつつ、なんかスノーマンってこういう、なんだろう、わけわかんないというか、最先端も最先端みたいなところを取り入れてくるところが本当いいなと思いますし、まあ、こういう普段生きててプリミティブな要素とかって耳にしないじゃないですか。僕があんまりそういうとこの世界にいないだけかもしれないんですけど、最近の最先端だったら僕の中でエモーショナルとかそういうところで止まっちゃってるんですけど、プリミティブな、みたいな、ちょっと僕には難しいかなと思いつつ、まあ、そういった芸術風というかね、芸術作品みたいな感じられるのがスノーマンの良さだと思いますし、まずこの歌い出しというか始まりなんですけども、まあ、ヒー君がブブゼラを吹いていて、ブブブブブみたいな、なかなかジャニーズでブブゼラってイメージないじゃないですか。そこもすごく新鮮さが感じられたっていう部分でもありますし、確かにブブゼラが合うジャニーズといったら僕結構ヒー君ぐらいしか思い浮かばないんで、このシルエットとブブゼラとこの最初のイントロでまず心がつかまれましたね。で、その後のフッカよフッカ、もうね、フッカが優勝しすぎてて、もうほんと最高だったんですけど、まあ、フッカが歌い出しすることって、まあ、あんまないじゃないですか。結構新宮とかだとサックンが多かったりとか、まあ、それはもちろん9人がメンバーいるからとか、歌割り問題とか、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱこのちょっと珍しいというか、貴重な感じっていうのも、やっぱこのプレミア感みたいなのを感じられますし、なんかフッカのね、ほんといいところがめちゃくちゃ出てたというか、このフッカのキラッと笑ってる感じ、なんかこのアイドルスマイルとはまたちょっと違った何でしょうね、イケメンの笑い方というか、にみたいな、似たみたいな、そんな笑い方をしつつ、その後にすぐクールなフッカが出るんですよ。無口なフッカが、このいつもふざけてるフッカがこういう二面性、笑ってるところとクールなところを見せてくれるっていうのが、ほんと5秒ぐらいでどっちのフッカもあったんで、いやもうここほんと歌い出す最高でしたね。でその後のヒー君のラップなんですけども、なんかすごいヒー君らしいというか、赤背景にオラオラなラップ、最初シルエットだけ見た時に、あれヒー君ドレッドヘアもしかしてと思ったんですけど、まあさすがにドレッドヘアだと髪傷んじゃうんで、さすがにジャニーズできないと思うんですけど、エクステでもつけてんのかなと思って、うわ超かっけえじゃんと思ったら、まさかの帽子だったっていう、帽子に多分紐みたいなのがついてるんですよねと思ったら、次のサックンが、まあ、エクステみたいなのつけてて、サックンの方がつけてるんだと思ったんですけど、なんかこのサックンの動き回って横顔とか、この何、網戸というか網網のところから顔出してる瞬間とかが、なんだろう、サックンとこの本当にふざけてる時と作品に取り組んでる時っていうのが本当ギャップがありすぎて毎回目を奪われるんですけど、今回のサックンはね、なんかやっぱ作品を見てる感じ、美しいものを見てるって感じでしたね。ラウールとかも結構その感情とかを出したりするのが上手いタイプだと思うんですよ。でもちろんサックもそうだと思うんですけど、なんかね、サックの方が爆発とかっていうよりかは、ちょっと綺麗さとか憂いさみたいな、そういう要素の方が感じられるかなって感じですね。で続いてのラウなんですけど、ここのラウの歌唱シーンというか歌声がめっちゃ低いじゃないですか、音程というか声質が。この、ああ、みたいな。この音からしい、ああ、みたいなね。渋い声を出してる。まあもちろん加工とか多少されてると思うんですけども、なんか、
もうラウールも二十歳になって、前までは奇跡の10代みたいな感じで綺麗な男の子、まあ、本当に人間離れというか日本人離れした顔つき、そして高身長、股下、足長いみたいなイメージがあったと思うんですけど、なんか僕の中では19歳のラウールとかも大人になったねと思いつつ、なんか大人になったねみたいな、ちょっと子供目線というか子供みたいな雰囲気があったんですけど、やっぱ二十歳になって本当に男性になったというか、男の子じゃなくてもう男性、かっこいいお兄さんみたいな、もうなんか可愛いラウちゃん、まあもちろん可愛いラウちゃんの要素もあるんですけど、かっこいいラウル様みたいな、そんな雰囲気も出てきたなって感じがしますね。で、続いての伊達さんなんですけど、まあ、伊達さんのラップもね、めっちゃかっこいいんですけど、個人的には今回伊達さんですごい感じたのが、結構目元の化粧濃かったなと思ったんですよ。まあ、僕アイシャドウとかっていうんですか、アイチーク、ん?アイメイク?なんだ、僕よくあんまわかんないんですけど、なんかその目元がすごい化粧が濃かったなってイメージがあって、まあ、それがゆえに、ちょっと女性味を感じるというか、まあ、宝塚のような気品のある人というか、伊達さんと言ったら気品のある人で、プラスアルファ女性味も感じるというか、なんか今回はオスっていうよりかは、まあメスって言い方良くないかもしれないですけど、まあ、女性らしさとか美しさっていうのがいつも以上に感じられたかなって思いますね。で、続いての阿部ちゃんよ。阿部ちゃんチャラくねえっすか。阿部ちゃん、そのサングラスはまあわかるんですよ、アイドルだからね、そういう曲のテイストに合わせてつけるのは。そのサングラスストラップまでつけちゃって、なんか阿部ちゃんかっけえと思って、なんか一番今回ギャップを感じたかもしれないですね、阿部ちゃんが。で、続いてのショッピーもグラサンでけえと思いつつ、そして唇がめちゃめちゃテカテカなんですよ。何のリップ使ってんのって教えてもらいたくなるぐらいトゥルットゥルなんですよ、トゥルットゥル。まあ最近のショークラのプレミアムとかもそうなんですけども、もうショッピーのビジュアルがもう爆上げも爆上げで、こう今僕が載せてる画像とかやばくないっすかね。え、唇トゥルットゥルでしょ、トゥルットゥル。で、続いてきましたよ、メメが。なんかもうね、ハルくんみたいな、なんかいつものかっこいいメメ、もちろんそれもあるんですけど、ちょっとトリリオンゲームの要素のメメも感じるというかね。やっぱメメと言ったら唇出したり、唇を噛んだりするのが、まあ最近のメメというか、まあ前からですけど、メメの特徴だなっていうふうに思いますね。で、コージめちゃめちゃかっこよくなかったですか?もちろんコージかっこいいんですけど、なんかこのチェーンに絡んでる中でバンダナをしてるコージが、なんかね、ちょっと海賊味を感じたというか、なんか別にヤンキーに見えるとかじゃないんですけど、なんかこの海賊っぽいんですよ。なんかわかる人いますかね、このオス感というか。その後のみんながね、ソロカットがあって集まってくるときに、あ、今来ちゃう、遊びが来ちゃう、来ちゃう、来ちゃうみたいな、この高揚感の高鳴り。今回の楽曲って、すごく民族っぽいというか、僕そのあんま曲調わかんないんであれなんですけど、まあラテン調みたいな、キンプリという月読みのようなラテン調とか、民族っぽい振り付け、民族っぽいダンス、まあそういったところにすごく中毒性があるのかなっていうふうに思いますし、なんか振りが振りっぽくないというか、結構個性が本当に溢れるダンスの振り付けって感じがするんですよ。デンジャーホリックとかタペストリーって、サビ皆さん思い浮かべてもらうと、あ、この振りっていうのがあるじゃないですか。けど、この楽曲ってサビというかダンスの振りが難しすぎません？なんか角度とか低さとか、それは結構キンプリの月読みにも感じた要素だったんですけど、このラテン調でなんていう振り付けなんだろう、なんていうジャンルなんだろうっていうような、本当なんか民族っぽい振り付けというかね、民族とかってなんか型にはまらなそうじゃないですか、イメージ。けどやっぱりその中でも耳残りのある今時っぽい曲調もあるんですよね。フィキ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 みたいなとこなんですけど、その後またブーンブーンブーンって足が振り付け戻るというかね、サビに。で、このフィキ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 はなんか結構芋時っぽいんですけど、それまでは、なんでしょうね、このラテン調というか民族みたいな、ブーン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 みたいな、ゴング感というか、なんかそういった、やっぱ、皆さんのメンバー一人一人の見た目とか雰囲気とかっていうのも楽しいんですけども、曲がいろんなジャンルが混ざり合ってるような感じ、まあもしかしたらそうでもないのかもしれないんですけど、僕は素人なんでそう感じるんですよ。
一概にあこれはヒップホップだねとかあらこれはロックだねとかそういうのに型がはまらないなんかジャンル曲調なんじゃないのかなというふうに感じましたね。はい、今日はですね、ダ・ボムのミュージックビデオの感想についてお話しさせていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、今回のダ・ボムのミュージックビデオの気づいた点だったりとか、ここかっこいいなと思ったところをぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。はい、自分はですね、こういったジャニーズのお話っていうのを自分の思いだったりとか、自分の主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなというふうに思います。今日も暑いけど、いちいち頑張ろう！またね。